要は次の時代はそういう時代なんです。また戻ることですよね、そしたらね。技術は戻らないよ。インターネットもあるし、スマホもあるし、工作機械もあるし、飛行機も飛んでるし、船もあるし、車も走ってるよ。ツールはもっと揃ってるわけよ。軸であった金だけみたいな世界がなくなるんですよ。まあ、今日ちょっとバタバタしてた。はい、行こうか、ほんなら。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、今日は金融の問題についての、金融についての、パート2になるんですけど、僕もいろいろ調べさせていただいてて、まず気になったのが、なんか、金融で仕上げの動きが広がっているんですか？仕上げ賃金の、賃金上げが始まってて、なんか、新卒が、三井住友銀行が2023年の新卒の給料を5万円引き上げる方針になったというふうになってるんですけど、引き上げんのみたいな。逆にそこまで景気良くねえじゃんって思うんですけど、これよくわかってないんですよね。なんで引き上げんの、そもそもみたいな。まあ、いつもの通り見ていただいている方には、毎回のことなんですけど、私、今日、特にドタバタしてて、ぶっつけ本番状態なんで、もう1時間頑張って、下のやってるっていうのも、大したもんやなって、思いながら。本当にセミナー講師ですよ。はい。でね、今のご質問の、いわゆる賃上げですわな。これ、世の中で今言ってる、まあ、日本、アメリカなんかはもう、だいぶ前からそんな感じなんですよ。でね、そのさっき、愛ちゃんがおっしゃった、なにちゃら銀行の、新卒社員 の、 そのはい、はい、月給をこんだけ上げますよとか、まあ、あとはアルバイトの時間給ね、飲食店もコンビニもそうやけど、最低賃金引き上げますよってやってるわけですよ。これね、分かりやすく言うと、労働市場を潰してるわけですよ。ほう。お給料をもらう人からするとね、はいはい、いや、給料が上がると世の中、まあ、インフレに進んでいってるんでね、うん、まあ、4%、5% のインフレになっているってるんで、はい、実質賃金が目減りしてるとかって、ようニュースでやるでしょ、新聞とか。やりますね、まあ、やるんですけど、なんかね、あれはね、煽ってるんですよ、ある意味ね。もう一回話戻すとね、お給料もらう方からしたら、その賃上げっていうのは良かったよねって、給料上がっていいよねとか、時間給上がっていいよねってなるけど。出す方ですよ。出す方は。企業ね。要は、さっきおっしゃったように、景気であったりとか、利益、企業利益が出てない、出てるんやったらいいんですけどね。その、締め上がっていってる状態で、最低賃金上げるっていう方向に持っていかれると、雇わないっていう方向になるんですよ、これ。正義になっちゃいますよね。そう。だからこれね、賃上げっていうのは、ある意味雇用維持じゃないんですよ。雇用維持なくて。雇用をぶっ潰してるって感じですよ。一人の単価を上げちゃうってことですからね、要はね。そうです。っていうことは、雇う数は少なくなるんですよ。それがね、なんかね、その保険会社の営業の人も、ベースアップの動きもあるらしいんですよね。そう、だから結局、本末転倒になってんじゃないかなと思ってて、このやり方って、と思って。そういうことですよ。ですよね。だからね。例えばよ、飲食店なんか、もうこの3年コロナ以降、締め上げられてるわけですよ。はいはいはい。ね。お店閉店になってるとこも多いし、閉店したとこも多いし、はいはい、で、ちょっとは少しは戻ってきたって言ったって、はい、やっぱり値上げできないとかね。そうですよね。そういう苦しみがあったりするわけ。これ、やっぱり材料費も燃料費も上がっていく中でね。はいはいはい、はい。で、そこで人件費、最低賃金上げると。やったら、もうやめるっていうところも出てくるわけよ、こんな。ですよね。やめるとか、人もっと減らすとか、縮小やってなるわけ。だから、リストになっちゃうじゃないですか。そう。だから、結論としては雇用市場、雇用の市場に対してプラスにはならない。逆にこれマイナスのことをやってるっていうことですよ。いや、国がってことですよね。国というか、国というか、そういう流れですよ。流れがね。じゃあ、それに関して我々はどう対処していけばいいんですかね。我々っていうのは、例えば、その働いてる人もそうですし、その経営者もそうですし、でも国から要請が来るじゃないですか。要請というか全体的に賃金上げ、まあ、今は、まだ金融界みたいな、そっちの方の話なんで、業界は違うところから言ってますけど、それが、例えば全体に来たときに、じゃあ我々経営者もそうですし、まあ、例えば経営者視点では、そういうの来た場合はどうすればいいのかとか、逆に、逆側ですよね。雇用される側ですよね。雇用される側は、やっぱり、
最終的にはもうそこから出て自分で起業するしか方法はもうなくなっちゃうって感じなんですかね。うん、まあ、だから今のご質問でいくと、うん、起業してる方ですよね。はい、会社はなり、うん、その事業を運営してる方からすると、はい、そんな難しい話じゃないじゃないですか。事業ってそもそも収支ですから。うん、そうでしょ、うん、そうですね。収支が合わなくて、そこに人件費がさらに上がってきて、はい、で燃料費も上がる、材料費も上がる、はい、要は仕入れコスト上がる、うん、人件費上がっていくと。こう休止しけんかったら、うん、やめるだけの話ですよ。確かに、もう やんないってことですよね。うん、何の難しい話でもないですよ。雇われる側は逆にどうなんですかね。その雇われる側はまあ上がることはいいじゃないですか。でももう人は減るじゃないですか。そうすると仕事量が増えるじゃないですか。やっぱり、一人当たりの、うん。そうすると雇われる側からしたらどうすればいいんですかね。いやいや、あのね、この動画って、ちょっと、なんていうかな、革新的な話っていうか、やっぱもっと大きな構造的な部分の話で、うん、から考えていかないと見えないんで、うん、はい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 。あのね、これ何をやってるかっていうことと、はいはい、どういう流れにその動いていってるのかなんですよ、大事なことは。はい。ね。はい。で、大きな流れをいくと、はい。その、要は雇われてるっていう、おっしゃってる立場っていうか、そういう働き方っていうか、生き方ですわ。はい、うん、生き方、はい。うん。これ前回の動画でも言ったけど、ライフワークとか、そういうスタイルの話ですよ。うん、ね。これを1日8時間なり、9時間なり、会社行って何気なく働いてますねっていうのが、うん、おかしくないですかそれっていう話なんですよ。ああ、8時間。詰まるところの結論は厳しい言い方すると。うん。だから、うん、その、どうしたらええ、ああしたらええって言ったって小手先の話なんで、うん、おそらく単純に言うとニッチもサッチもいかんような局面が来るとは思うんですよ。うん、その企業によっても、その個人の人によっても、その人の立場によってね、はい、うんうん、分かりやすく言うと、はいはい、そもそも私、昭和43年生まれの54歳なのかな、俺何歳なのかな。あのね、我々が子供、はい、子供じゃないな、もうちょっと前かな、はい、私たちが本当、人手払い、はい、もう5歳とか6歳とか、それ以下ぐらいの時、もうちょっと我々上の世代、10歳ぐらい上の世代の人らのね、はい、子供の時ってサラリーマンってそんなおらんかったんですよ、そもそも。なるほど、なるほど。うん。だから、例えば親戚同士が集まるとね、はい、豆腐屋のおっちゃんがおったり、うん、車修理工場のおっちゃんがおったり、はい、魚屋のおっちゃんがおったり、はい、で、たまに公務員みたいな人もおったり、みたいな、はい、社会だったわけよ。なるほど。わかりやすいけど、単純に言うと、この60年から5、60年ですよ、サラリーマンが一気に増えたんて。はい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 。だから、もともとサラリーマンとか会社員っていうものがなかったっていうのがもともとなんで。うん。わかるよね。うん、なんか、元はね。植木仁さんの昔、サラリーマンは気楽な家業と来たもんだ、みたいな CM があったりね。はいはいはい。あと、なんだっけ、24時間働きますか、みたいな CM があったりとか。で、あれもね、結局、何かっていうと、はい、キャンペーンなんですよ。キャンペーンってわかるでしょ企業戦士を生み出すためっていうのは、企業のね、企業戦士、企業に忠実な人間を作り上げるための社会のキャンペーンみたいな。キャンペーンの仕組み化ですよね。はいはい。うん、で、まあ、それは、もともとの、そのキャンペーン的なもんあってんけど、それに乗っかってみんながああいう CM を始めちゃうみたいな。ああ、はいはい、はい。そうに乗ってみたいなね、はいはい。っていうことなんですよ。でね、もう一回話元に戻すと、そもそもそのサラリーマンなんていうような、とか会社員ですみたいなんて、それが、なんていうかな、今の世の中ってそれ普通ですみたいになってるけど、意外と普通じゃないのよ、もともと。もともとはだってみんな自営業でやってて、働いてて、自分で仕事やって、それで物々交換しながらでもそうですし、何かやりながらでもそうですし、生きてきたから、それが社会の仕組みに導入されてしまって、で、会社のところのレッテルに貼ってやるっていうのが今の時代ですもんね。確かにね。だからスーパーマーケットはいい例ですわな。うん。あれもなかったわけですからね。50年前ぐらいは。結局便利なね、確かに。便利なもの。
魚屋さんあって、八百屋さんがあって、はいはいはい、ね。で、豆腐屋さんがおったり、うん、ね。で、あとお肉屋さんもおったり、うん、もう全部分かれてたわけです。そらあれ。それが一緒くたに牛乳屋さんもおったり。うん、もう牛乳屋さんもないでしょ、あんまり。ないですね、ないですね。うん、はいはい、スーパーマーケットと、そのコンビニに吸収されてるみたいな。はいはいはい。だから、そもそもそれが当たり前だと思ってるっていうのもどうなんみたいな話。でもあれですよね、その何なんでしょうね、その日本の賃金と海外の賃金、その働く時の金額、やっぱ海外の方が高いじゃないですか、どっちかって日本より。まあ国にもよるけどね。うん、これ国によるときに僕もいろいろと興味があって調べたんですよ。そしたら3つ出てて、1個は平均して企業の規模が小さいこと。まあ、島国だから、それは世界規模に比べて小さいから、賃金が低いよ。そうだよ、そうだよね。と。あと、もう一個が、IT が遅れていること。で、うん、もう一個が、国内取引中心で、貿易にあんまり積極的じゃないことが挙げられるらしいんですけど、これってどうなのかなと思って、なんだろう、また違った根元のところの、その、全体的に、要は、日本の金額が、低いのはあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、なんかあります、なんかまっちゃんの方から低い理由っていうか、海外と比べて。まあ、うん、要は、日本の、その、うん、会社で、会社員で働く人たちの給与所得が、はい、いわゆる G7 とか、西側の国々って言われる中では、はい、半分ぐらいよな、実際問題。うん、実際問題だから、そうそうそう、そう、うん。もうちょっと低いかもわからんな。そうですね、なんで、うん、今日は。でね、今回のこのグレートリセット的な話ですよ。はい、世の中の大転換的な話でいくとね、はい、かなり救われますよ、日本は。お、うん、そんなに大変だみたいなとこまではならないですよ、逆に。逆に、うん、あのね、これね、賃金が先か、物価が上がるのが先か、賃金が上がるのが、どっちが先かみたいな話的なところがあって、はいはい。で、そもそも、その今言ってた、その賃金が高水準、日本の2倍、2.5 倍。はい、になってるような国々ってね、はい、そもそも物価が先に上がっていっちゃってるんですよ、これ。ああ、物がね、なるほどね。で、はいはい、でね、プラス、安っていう言い方はあれですけど、その、要は生活コストに対して賃金ですよ。はい、いわゆる働く労働力の賃金が安いと、はい、我慢しないんですよ、日本人みたいに。ああ、みんなパンも使っちゃうからね。もう、それと働くのやめるわ、みたいな。はい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 、はい。いや、ほんとよ。もう遊んでるから、みたいな。まあ確かに、日本人よりかは、向こうの国の方が、ボンボンもお金も使うし、ボンボン遊ぶし、その、やり方の規模感がやっぱり違いますもんね、やっぱりね。うん、やり方の遊び方がね。うん。と、あとね、要は、もう一個言うと、その、要は、商売をやるときの、その、売り値の値上げですよ。うん、これ、日本の企業とか商売やってると結構吸収するんですよね、頑張って。うん。うん、あの質素倹約じゃないけど、うん、企業努力してね。はいはい、はい。水にしながら倹約するんですけど、はい、やっぱりね、その西洋社会なんかない、中国もないよな。もう ないんですよ。ああ、材料上がったらこっちも上げるみたいな。ああ、もうそれ即やるんで。はいはいはい。だから上げやすい体質っちゃ体質なんですよ。なんで、インフレ的な要素にはなりやすいんですよ、西洋社会も。中国もそうなんですよ。でも、日本の場合ってね、その過度なインフレにはなりにくいんですよ。要はもうみんな、要は抑えながらやっていくから、ね、要はね。なんで、今回の大転換、このグレートリセット的なことに関しては多分強いですよ。世界で。一番強いと思う。もう多分、要はもう、抑え切ってる状態だから我慢ができるってことですね、要はね。そんなダメージがないって感じですよ。ダメージが。要はもう天井に登ってないから、そもそも。そもそも天井に登る手前の下の人に言いますからね、今ね。そうそうそう。だから、そんなにこの、特にアメリカなんかそうなんですけど、まあ、ヨーロッパも全部そうやな。イギリスなんかも落ちたけど、ね、天井までぐわーっと上がって、落ちますって今やってるわけでしょ。はいはいはい、はい。この落差がすごいから、で、それもみんな、うん、わがままなんで、言いたい放題、やりたい放題するから、よなんかこういうね、そうなりますみたいな。確かに、ヨーロッパで今、金融の不安がかなり根が出てますもんね。なんか、うん、ね、記事とかも見ましたけど、ECB でしたっけ、そこで中央銀行の方で、ね、利上げがまた出て、不動産、うん、
市場が悪化しているというふうにニュースキルでは載ってますね。で、なおかつその EU の金融当面が報告を発して、インフレになって楽観的で広がって、マーケットの方に負担になってるっていう感じですけど、まあ、まさしくその、海外の人はどん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 値上げっていうふうにやってるんですかね、やっぱりね。うん、でね、日本の場合、その極端なインフレ、うん、まあ、インフレにはなってるんよ、今。なるけど、うんうんうん、そんなにね、要は、なんていうのかな、これね、今起きてるインフレってね、はいはいはい、その日本国民の、うん、その高いも民度を持ってる国民が起こしてるものじゃないんですよ。一個ずつ見ていったら分かるけど、電気でしょ、うんうん、ガスとかでしょ、うんうん、で、あと、まあ、小麦なんかは多少あるけど、はいはい、なんていうかな、その企業が、そのもう耐えきれれへんようになって、こう、はい、なんていうかな、その物価を上げてるっていうよりは、はい、もう政策的に上げられてる状況。ああ、確かに確かに。うん、こう、うん、だからそういう上の方の政策で上げてるのが普通ね、電気代になるからね。いや、もうちょっと助けなあかんよ、これ、本当は。本当だですね、そうです。放置してる状態でしょ、放置してる状態ですね。うん。うん、だからね、で、この電気代実際2倍近いでしょ、今。2倍近いですね、確かに。感覚として。で、この5月、今年の4月、5月からもう少しまた一段上がってきますよ。どんどん上がってきますよ。こうなってくるんだね。うん、今、うなぎのようですもんね。でね、こういう感じの上がり方、構造じゃないわ。なんていうんかな。このシステムで無理やり上げられてる状況ってね。はい、うん。よ、その国、暴動起きるんよ、これ。ああ、なんで上がるんだ、みたいな。日本人、暴動起きないんですから、多分。まあ、確かに納得いって、なんか、ああ、また上がったよ、みたいな。納得もしてないやろうけど、まあ、対応するぜ、俺たちで、みたいな。もう なんか、それが当たり前というか、しょうがない、我慢するよ、みたいな感じですよね。なんでまた上がったんだよ、って、暴動みたいな、その、あれは、なんだっけ、海外でいう、そう、よく海外の人たちって、テロじゃないな、人じゃないな、なんていうのが、日本語じゃないな。デモだと、デモ起こるじゃないですか、よく。うん、日本人、まずデモ起こないっすよね。うん、やっぱりそれは、やっぱり国柄っすよね。全体から見るとね、国というか、教育受けちゃってるんですよね、多分ね、デモが起こらないってことは。まあ話があっちゃこっちゃ言ってるから、ちょっと何を答えたらいいかようわからないなってけど、まあ、でも日本の人はしらーっとしながら政府を無視するから一番怖いよ、はっきり言って。しらーっとして相手にしてませんみたいな感じやから、賢い。そんなね、前行って騒いでもしゃあないんだ、あんな連中のとこ行っても。しらーっとして私らその外にいますから、みたいな。ぐらいがいいよ。で、今日何の話やったっけ？何の話やったっけ？金融の話について、その、うん、全体から見た金融の動き。そうそう。で、だから、その、要は会社員として売る人の立場はどうしたらいいんですかみたいな話でしょ。そもそもそれがおかしいんだっていう話なんですよ。うん、だから、うん、その、もうね、いろんな人といろんな話するとね、結構ね、なんていうかな、こういう場合はどうしたらいいんですかとか、聞いちゃいますね。聞かれるわけですよ。さ、あんたが考えることでしょみたいな話になるわけよ。自分たちがね。ただね、大きなところの意味合いは教えてあげるよっていうので答えるんですよ。だから、その本質的なところを理解できへんかったら、本質とか、その元々はどうだったのとか、理解できへんかったらね、行く先もわからんし、どこに船が流れ着くかもわからんのに、私はどう対応したらいいんでしょうかって言われてもね、あなたどこにたどり着くんですかって私質問するわけですよ。ああ、ゴールはどこですか？さあって言われたら何もしようないんですよ、これ。確かに自分でもそうだね、勉強その動画を見てる人もそうですけど、ちゃんと勉強もして基本的な知識がある中でのゴールがあって、それに関してじゃあどっちの方向に行くんですかってなりますもんね。だから、皆さんがその対応っていうわけじゃないけど、何かのそのなんていうかな、多少の道しるべ的な話はするけど、うん、結局は自分で決めることなんですよ。そういう時代になってるわけですから。ただそれを決めるためには材料いるわけですよ。実際どうなってるんだと、今。で、どういうふうな大まかに、大きくはどっちへ行こうとしてるんだと。ここさえ分かりゃね。それに乗っていくだけの、乗るっていう言い方はおかしいんですけど、昔もあったでしょ。なんていうんかな、その、生き延びるものは、うん、
強いものでも頭の良いものでもなくて、はいはい、順応できるものだみたいな。はいはいはい、あったでしょ、そういう話って。ありますね。それなんですよ、ただ単に。ね、でも、その、ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、金融もそうだけど、やっぱり最初から勉強すると、どこから見ればいいか分かんないじゃないですか。何気なく僕もこう、意識しながら読んで読んで、あ、こういう動きしてるんだなって、感じからでいいんですかね。その、いやいや、今日じゃあちょっと金融でいきましょうか。今の質問はこれで終わっていいかな、一回。一回いいですよ、終わって。はい。うん、だから、まあ今の質問に答えると、要はあれですよ、会社を自分で経営してる人だったら、はい、収支が合わなくなったら辞めるだけですよ。商売買するだけですよ。はい、もしくは、そこの社員さんとか、取引先とか、はい、いろんな人と話をしっかりして、はい、実際こうやと。で、この先はこうなると思うと。だからこういう手を打ってこうしないといけないんだけども、君たちどう思うと。みんなで協力してやっていけますか、いけないんですかと。いや、やっていけませんってなったら辞めりゃいいだけですよ。はい、やっていきますってなったら、じゃあちょっとやってみようかってやっていくだけの話ですよ。はい、何も難しい話じゃない、はい、で、会社にお勤めの人であればそれが本来正しい形なんかっていうことを考えてみるってことですよ、うん、まず、うん、ね、うんうん、そういうことですよ。会社で勤めてるっていうことはある意味ものすごい言い方があるんですけど、うん、自分で全てを自分本位でできないんじゃないですか、実際問題が、うんうん、もちろん組織の中でね、うん、雇われてるわけですから、はいはい、それが本当にその道が正しいのか自分にとってって自分で考えるしかない、自分で問いをしないといけないってことですね、はい、そういうことです。でそれが決まればまたご質問ちょうだい、僕お答えする。わかりました、はい、で金融の話いきましょう。でね、はい、元は何なのかって金融っていう、話になった時にね、簡単に言うとね、うん、お金ってね、何もないところから生まれるんですよ。これ皆さん分かってると思うんですよ、うん、要は何もないところから突然ポッて生まれてくるわけね。でこれは何て言うかな、まあ、するっていう行為もあるんだけども、する前にはもう電子情報になってるわけです、はい、通帳とか、うん、そういうネットバンクがプッと振り込んで数字だけがペペペペペペペって出てくるわけですよ、はい、でこれただ銀行がポチって押してるだけなんやな、コンピューターを。これでお金が誕生するわけですよ、うん、でこの誕生する原理は何なんかって言ったら、うん、信用創造なんです。信用創造、うん、ね、例えば愛ちゃんが、うん、お金が1億円必要になりますと、うん、事業をするのに1億円がいると、うん、ね、今ないわけよな、うん、銀行さんが1億円の100000を愛ちゃんの銀行口座にピュッと振り込んでくるわけですよ、はいはい、ね、融資ですわなこれ、はい、うん、でこっから生まれるわけ、はい、これ分かりました、分かりました、はい、うん、だからこっちにあるもん、右にあるもんとか左にあるもんのとこから来るって思ってるからみんなおかしくなるんですよ。ポチッと押すだけ、もしくは印刷するだけ、うん、ここから始まるわけですかね、うんうん。で、これがまずお金が始まるところです、はい、うん。でね、何もないとこから生まれますよと。はい、ですね。でね、これに利息がくっついてくるわけですよ。うんうんうん、利子ですわ、うん。いわゆる金利ですわ。金利。ね、はい、これが、その近代金融システムの、なんていうんかな、罠って言い方おかしいけど、その、なんていうんかな、その、悪魔のシステムっていうかな。まあまあまあ、要はね、何にもないとこから生まれるのに利子がついてくるわけですよ、金利が。これ何って思わん、そうですね、確かに何もない、ただの紙切れとか、ただの金だったり、鉄だったり、鉄の塊にプラザードの利子みたいな。効果は違うんですよ。違う。お、効果っていうのは、銀なり、まあ、混ぜ物入ってるけど、銀なり、自分で見たら銅なり、はい、ちゃんと金属があるわけ。はい、これはまあこれとしての一応価値はあるわけ。それは10円玉が10円の価値あるんかどうかは別としてですよ。はいはい。1万円札のあの紙っていうのはコストは10円ぐらいなんですね。するの。ね、なるほど。なんでこれに金利がくっついてくんねんと。はいはい。思いません？確かに意味が誰でもすると思えばすれちゃいます、ね。みんな当たり前は思ってるんですけど、うんうん、ここがことの始まりなんですよ。うんうんうん。これが金融の始まりなんですよ。なるほど。おお。わかったかな？わかりました。今の、っていうことはね、うん。っていうことは前回か、前々回か、金融の一回お話したように、はい、発行権持ってる方ですよ、はい、ヨーロッパのね。はいはいはい。まあ、おるわけな、地主が。
うん、でここからするとこれ金利で奴隷にできるわけですよこれ奴隷か、はいはい、金利もそう、はい、であと経済活動させる、はいはいはい、で今度はこの国を使って徴税をすると、はいはい、でこの徴税したやつをまた、薬品売ってみたり、うんうん、ねあと、なんだその、肥料とか、うん、農薬とか、うんうん、武器とか、うん、この徴税したまたお金をまたそっちに変えるわけ、うん、そっちに徴税したお金を取っていって、はい、またそれを売ってくるわけですよ。はい、ね、これ。だから、どう言って、な、なんとなく分かるわ、って言うての、要は何にもないとこからポンと出てくる。そもそもだって、あまあ、10円玉、100円玉は置いといて、それはもう元々、ね、もともと、効果だから置いといて、でも、うん、これは要は、札になる1万円札、1000円札、5000円札とかは、要は、札ってやったら紙をただ印刷していただく、これに意味がないよねってことですよね。だって、ハサミできれば。効果っていうのは日銀じゃないんで、あれは国が発行、はい、国が発行してるわけですから。はいはいはい、別ですからね。はいはい、はい。うん。で、日本銀行、いわゆる中央銀行システムですよ。これが発行してるのはこの紙っていうことなんですよ。うん、でね、はい、この金利ですわ、くせ者は、はいはい、ああ。これを今上げ下げ、まあ今上げる一方やけど上げ下げしながらその経済をコントロールしていくわけですよね。うん、要はお金の量ですよ。はいはい、出回ってるマネーの総量をこうコントロールする、はい。総量規制するわけですね。うんうん、なるほど。これで、うん、その物価をコントロールするんですよ。はい、物価コントロールのために、その、金利の上げ下げっていうのは一応、うんうん、形としては言われてるんやけども、うん、このなんで金利があんねんっていうのに疑問を持っていけないわけよ、そもそもこれな。ああ、なるほど。そもそもなんで金利が、でも金利、なんか、でも、そういう意味だと僕らはそれが常識だと思っちゃってるんでしょうね、変にね。要は、固定的に金利っていうのは当たり前についていくっていうものだと思ってる部分はありますね。その時に、それをまっちゃんから投げかけられた瞬間に、確かになんで金利なんて存在してるの？そういうまあ仕組み、例えばそこがシステムなんでしょうね、多分ね。でね、これもうちょっと元をたどるとね、うん、そもそも古代までは一回近代と古代の間ぐらいかな。はい、要はこの金貸しですよ。要はお金を貸して利息を取る行為ね。利子を取る行為。はい、これはね、もともとキリスト教は禁止されてるわけ。ほうほうほう。で、イスラム教もダメなんですよ。うんうんうん、でね、その、要は貴族なんかがね、これをね、ユダヤ人、まあ、また消されたらあかんな、これ。ユダヤ人にやらしたわけですよ。これ何かっていうとね、汚い仕事ですわ。はいはい。うん、要は金を貸して金利を取る行為ですよ。はい。これはユダヤ人にやらせてたわけ、貴族たちが。うん。それがことの発端なんですよ、これ。はい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 。うん。あとはだから、近代で行くと、金融もそうやけど、メディア。うん。これもね、その高尚な仕事じゃなかった昔は。そもそもメディアなんて。ね、やっぱり農民とか、うん、農家とかね、そういうもんが高尚な仕事ですよ。お侍さんとかわかるでしょ、はい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 、人々に食べ物、お米を作ったり、はい、ね、治安を守ったり。これが高尚な仕事やったわけね。はい、で、それが、なんかいつの間にかメディアなんかが台頭してきたわけよ。はいはいはい、でこれもね、貴族なんかがね、うん、ユダヤ人にやらしてたわけですわ。おー。あと武器もそうです。武器生産？武器の製造販売、これもそうなんですよ。はいはいはい。あとね、もうこれ言ったら消されるかな。原発？うん。あれもね、やっぱユダヤ人にやらしてるわけですよ。あの、そのユダヤ人のところはピーって入れときますわ。入れんでいいよ。でね。うまいように。そういうことなんですよ。だから今世の中とか世界地球を、はい、そういうところを、なんていうかな、コントロールできてるのはユダヤ系ってなっていってる。ユダヤ系、だからもうこれも本が一番いいってことですよね。これね。まだ、まだ、ね、まあまあ、もともとはそうやったと。金融のその金貸しで、はい、うん、ユダヤの人がやってましたと。いうところなんですよね。はいはい、で、うん、だから、もともとは金利って、はい、正しいものか正しくないものかは別として、はい、世の中の人々を幸せにするものなのかって言ったら、そうでもないもんだと。いや、金利は逆に人のことを、なんだろう、幸せなくて、管理か、うん。永遠に、その、永遠に働いてもらって、利益を上げることを止めさせないシステムなんですよ、金利。まあ確かに、
住宅ローン金利もそう、まさにそれですよな。これどうだった？まさにその住宅ローンの金利引き上げをなんか今検討してるのも本当に止めない、働くことを止めないようにする仕組みですよね。だからね、その金融のああだこうだ、ああだ本だ言ってる新聞見ても何の意味もわからんわけですよ。ここを分かってればいいわけですよ。はいはいはい、はい。分かりやすく言うと、金融の基礎中の基礎、金利だけ分かってればいいわけ。金利の流れを、ね。だけです。だけです。あとはだから株式相場も不動産相場も全部金利で動いてますから。はいはいはい、はい。金利が上がりゃ冷えますし。はい、金利が下がれば、程よく下がれば景気は良くなるし、みたいな、うん。蛇口ですからあれね、うん、経済の、うん。で、まあ、ここさえ抑えてればいいんですよ。でね、うん、じゃあ、これこそ我々じゃどうしたらいいのかの方が大事になってくるんですよ。うんうん、ね。で、この要は、地方銀行システムの金利システムっていうのは、これ崩壊していってるわけですから、はいはい、も FRB も含めて、はいはい、西側、まあ、全部ひっくるめて、やっぱ壊れていくわけですよね。うん、でね、要はね、無から何にもないところから金利をくっついた状態でマネーが誕生するシステム自体がおかしいんですよ。なるほど。だから金利が、金利というものでマネーが出てきちゃう、うん、で誕生するということですよね。なるほどね。だから要は、もともとあるものに関してプラザーバー金利として、それに関してその金利という概念に対してものまたお金を生み出している仕組みがおかしいということですよね。生成するっていう。あのね、どう言ったらいいかな、要はね、はい、人ですよ、人間。人に。経済活動、経済活動の元って人なんですよ。はい。考えてみて、例えば、車ってあるじゃないですか。ありますね。はい。ね。で、いい車とか悪い車とか、かっこいい車とか、不細工な車とか、高い車とか、そういうことがあるけど。ありますね。はい。元辿っていくと、これ誰が作ってるんですかって言ったら、人なんですよ。ね。そうですね。確かに。一部機械が何かしてるときあるけども、機械も人が作ってるわけ。はいはい、コンピューターも一緒ですよ。ね。はい。ありとあらゆるものが最後の最後を辿れば、薬もそうです。その人に悪いは別として、人になるわけな。はい。いいですかね。うん。このね、人の価値創造っていうか、その人間の価値みたいなところを度外視してるんですよ。この、要は何にもないところからお金がポンって割れて金利がくっついてくるっていうの。言ってる意味わかる？なんとなくでわかります。全部は、なんとなく伝わってはきます。うん、だからもっとわかりやすいか。例えばね、江戸時代しましょう、日本の。はい、はい。うん。江戸時代にね、はい、まあそんな人はあんまおらんかったけど、ちょっと酒蔵でもいいわ。ちょっと大きな商売したいなと。う、は、ん、い。ね、うん。商売ね、はい。自分の商売を大きくしたいと。はい。とか、あと、田んぼですわ。自分の田んぼを大きくしていきたいと。うん、なった時に、うん、お金を借りに行くっていう状況ってなかったんですよ、その当時は。じゃあどうしたと思います？物を借りた。物を借りる？物を借りたりとか、物とか、あとは人に頼んで作る？人に頼んで作るはある程度正解、はい。だったりとか、あとは、人に、もう、聞くとか、聞いたりとか、あとやってみる、まあ、もう人に物を借りるの、借りるとか、知識を借りるとか、知ってる人にやって実践してみるとか、うん、あとは、ってぐらいだと僕は思っちゃうんですけどね。うん。でね、うん、例えば自分がちょっとそこそこ小さ、ちょっと中ぐらいの酒蔵持ってたとしましょうよ。ああ、持ってますね。はいはい。で、そのお酒をもっと作りたいと。はいはいはい。うん、もっとお酒をたくさん作りたいんで、もっと大きな酒蔵にしたいと。はいはいはい。なった時に、はいはい、うん。なった時に。これは仲間集めますよね。そういうことなんですよ。うん。いや、だって、それを作りたいっていう、その仲間が、作りたいんだ、じゃあみんな来てくれ、集まってくれってみんな言って、あ、じゃあ、僕も作りたいんだ、じゃあみんなでやろうって言って、やりやしますな。そういうことなんですよ。はいはいはい、まあ。みんなでお金出し合ってある程度やってるんですよ。要は、お金出す人もおる。うん。ね。知恵を出す人もおるんですよ。はいはいはい。ほんで、労働する人もおるんですよ。はいはいはい。力持ち、頭のいい人、はい、お金持ち、はい、力のある人。はいはいはい、こういういろんな個性のある人たちが固まって、そういうものを作っていくんですよ。はい、ああ、じゃあ、うちはお金出せよとか、うちはこれできるからこれできるやるよって、OK だよみたいな感じ、そんな感じですよね。うん、
はい、これ何かに縛られますかっていう話なんですよ。縛られないですね。自分の好きなことやってるわけだから、自分の得意なところをしてやるわけだからいいですよね。うんうん、でも友達は裏切れないよね、絶対に。絶対裏切らないですね。裏切らないし。人間性めっちゃ必要になりますよね。そう、人間性がないと、すぐ NG とか言えないし、あ、こいつはそういうの、そいつはそういういい個性持ってるから、じゃあそれを生かしてあげようとかなってなりますよね。うん、で、独り占めで、うっしっしーってできへんよね。でき、絶対やんないですね。あ、じゃあみんなとやろうと。共有しようみたいな、共有し合っていいものを作ってみんなでお祝いだみたいな感じになりますかな。これもともとなんですよ。はいはいはい。わかります？うん。今そういうふうに世の中動いていってるんですよ。おー、世の中そういう、あ、要は次の時代はそういう時代なんです。また戻るってことですよね、そしたらね。だ技術は戻らないよ。インターネットもあるし、スマホもあるし、工作機械もあるし、飛行機も飛んでるし、船もあるし、車も走ってるよ、うん。ツールはもっと揃ってるわけよ。うん、揃ってるけど、その要は、引くであった金だけみたいな世界がなくなるんですよ。はいはいはい。今はそれが全部支配されてるのが、その金利と言われてる概念で、要はお金に追従した金利でやってたけど、それがもう取っ払って、もう本当に好きな人同士が集まって、やれる自分の能力を出していける時代になっていくってことですよね。わ、うん、かりわかった。わかりました。だから銀行しんどくなりますよって言ってます。だってそもそも銀それは金利がそもそもないからねって話ですもん、ね。なくなっちゃうからってことです、ね。はい、だからそのなんていうのかな、いわゆるそのなんかがわからん株式に投資するとかね。うん。なんかがわからんファンドに投資するとか、そんなアホみたいなんじゃなくて、お金持ちはこの先もおるんやろうけど、そういう人たちは、やっぱり、その自分が興味があるものとか、うん、好きな人とか、好きなコミュニティみたいなところに投資しますと。うん、で、そこに知恵を貸す人たちもいるし、労働力を提供する人たちもおると。うん、こういう、こう、形になるんよ。やっぱりお金が、要は全てはやっぱりなん、うん、やっぱりそのしがらみや金利ですわな、やっぱり今の話を聞く。そうなんですよ。だからこのね、要はないとこからマネーを発行して金利がついてる形っていうのはね、ありとあらゆる皆さんが生活してる生活雑貨も、うん、もう何もかもそうですよ、お家もこれも全部金利払ってるんですよ、間接的に。こういうね、スマホを買うにもしても買うための分割になってる。分割もそのなぜかその物々交換だったらいいものにもかかわらず、ここにプラザーラの金額が入っていくみたいな感じで、金利が入ってるわけ。金利が入ってますだからね。そうです。でね、これの決定的な、その金利がついてる中央銀行システムの決定的な、なんていうかな、もう長く続かない、決定的なことを一個言うとね、誰かが借金をしないと成り立たない構造になってるんですよ、これ。ああ、なるほどね。要はお金が誕生した時から借金が始まってるんですよ、これ。あー、なるほど。誰かが借金したお金が世の中に回ってるってことですから。はい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 、はい。わかる？はい、わかります。永遠に借金が膨らんでいってる状況なんですよ、これ。確かに、結局、そうですよね。みんな、お金もらったって何かに使ってるわけですもんね。うん。だからね、うん、そうそう。結局、借金から始まってるんで、ある意味、借金付けますよ。だから、なんか変な新聞とかテレビで日本の、なんで国の借金は大変だとかね、うん、アメリカはどうだとかね、どこの国はどうだ、借金がどこと比べて多いとか少ないっていう話あるでしょ。はい。もともと借金から始まってるんですよ、全部。いや、まあ、だから、そうですよね。単純に言うと、どこの国も借金漬けの状態なんですよ。いや、まあ、そもそも面白いことの話を言っちゃうと、結局、自分が借金してなくっても、国が不景気だっていうのはみんなの借金が溜まっちゃってることだから、結局本末転倒だよねって話だよね。そういうことです。はいはいはい。だから、前にも前々回の動画で言ったけど、私は10億円貯金持ってますとか、20億円貯金持ってますから安心ですよって言ったって、この仕組みがダメになるんだから一緒ですね、みたいな話。すごいわかりやすいですね、その例えね。やっとわかった？やっとわかりましたよ。うん。だからね、
自分の持ってるお金をうっしっしって自分のもんだと思うからおかしくなるっていう話。いやいやいや、それはすごい理屈が分かりやすいですね。確かに。分かった？分かりました。で、逆を言うと、その通貨発行権持ってる側ですわ。する側ですわ。はいはいはい、一番そのピラミッドの頂点としましょう。はいはいはい、そこから私たちの世界を眺めたときには、はい、その民のもんやと思ってると思いますかって話なんですよ。思ってないですね。貸してあげてると思ってるわけでしょ。単純に偉そうに上から天狗になってますね。いや、天狗じゃないけど、貸してあげてると思ってるわけですよ。多く発行権持ってる方からすると。わかります？うん、分かってます。だから借りてるもんなんですよ。うん。もう頼むわ、みたいな。これを理解せんと何にも始まらんのですよ。うん。わかった。俺は全員から借り、それを借りてるってことだよね。うん、そういうことなんやな。借りちゃってるとか借りないようにしないといけないですよね、本当にね。ん？借りないようにしないといけないですよね、システムが行動的にこうなってますと。でも借りないといけないシステムになっちゃってるじゃないですか。いやいや、いや、一応はそのやっぱり資金っていうか、さっき言ったような形になっていってもね、新しい形でもやっぱりどっかから資金っていうのはいるときはあるんですよ、必ず。何やるにしてもね。でもそれをね、その、なんていうのかな、なんていうのかな、この借りたその資金は、その返済できへんかったらどうしようとか、ああしようとか、誰かに迷惑がかかるとか、そういう話じゃないっていうことが理解できると思うんですよ。はい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 、ただの資金やって思っとけばええわけですよ、だから。いいかな。うん、確かに。だから要は、結局のところ、今の話を自分の中に解釈すると、まあ、お金を借りる行為とかっていうのは、まあ、必然的に必要ですと。うん、それは OK です。ただ、お金を借りる、けど結局それって誰かから、結局根元からお金を借りてるわけだから、うん、結局それって別に、どうってことになるよって話なんですよね。だから前も言ったやんか、友達から借りるとかね、人、うんね、から借りて返さんと、ね、これ絶対ダメよ、うん、じゃなくて、うん、その構造っていうかシステムから借りてるわけですから、うん、そうでしょう。確かに、ね、別にねえみたいな、それ本当に大事なとこなんですかっていう話なんよ、ね、結構ね、これね、なんていうのかな、みんな洗脳され尽くしてるんですよね。いやー、洗脳され尽くしちゃってますね。はい。もうだいぶ溶けてきましたけどね、これでもね。溶けてきた。これでもう、氷漬けになってた考え方、価値観が、だいぶ溶けて、こう、水たまりがポトンポトンポトンと落ちるようになってきてるんで、まあ、すごくいいなって個人的に思ってるんですけど、じゃあ、本当にこの行動を何度も何度も聞いて、もうそのマインドをインストールするしかないよねっていうのを思ってます。だいぶ楽になりましたけどね。本当にね、まっちゃんと話してて、こう、だからもう何回、俺も何十回もというか、ツールなんで、た、う、だ、ん、の、うん。それをあまりにもね、こう、なんていうか、お守りのように考えすぎなんですよ、みんなも。みんな、そこは、前もまっちゃん言ってたけどさ、変にほら、根本的なところのメンタルに入ってくるわけですよ。うん。結局、変な価値観持ってるというか、そういう、こだわりを持ってるというか、変なところに。ただのツールなんでね、時ととも100年もあったらこんなもん入れ替わるんですよ。新しいもんに。はいはい、当たり前のことなんですけど、それを当たり前のことを当たり前と思ってない私がいますみたいな人が怒ってみたいな。いや、でも本当に僕以外の人にもいろいろと話すと思うけど、みんな同じことを、結局最終的に同じところに行きますよね、本当に。だから、こういうところをね、要は金融って、金融の話にもう一回戻るけど、これだけのことなんです、金融って。うん、簡単な話ですよね。難しいこと言ってるけど、はいはい、通貨発行してる側が金利をつけて出してるわけですよ、ただ単に。うんね、親玉がただやってるだけであって。だからどうしたみたいな話じゃないですか、こんなもん。動いてるだけだから。だから借金をすることは怖くもないし、うん、だって、ね、借金。でもそれよりも大事なのは、この、でもね、この、次はね、このやっぱ、その、マネー的なものの力って弱まるんですよ。うん、これ一回やめますからね、はい、うん、それ支配っていう言い方はあれですけど、しにくくなるわけ、はいはい、うん、ってなってくるとね、さっき言ったそのみんなが集まって個性を持った、うん、これができる、あれが力ある人は力仕事、頭のいい人は知恵出すとか、うん、ね、そういう、こう役割分担を決めてやっていくっていうことの方が価値が出てくるわけですよ、うん、やっぱり好きな人たちが好きな人同士とつながって、
で、お金という概念というのは、まあ、もちろん必要だとしても、それは置いといてでもやる、置いといてやるっていうのが一番いい時代になるんでしょうね。それが最終的に出てくるから。なんで、なんでそういうのが次は価値になる、大きな価値になっていくかって言ったら簡単ですよ。うん、今皆さんがまだ信じてる人がおるかもわからん、そのマネー新法みたいなもんがガラガラって崩れた後ってどうなりますか、人の心っていうことを言ってるわけですよ。それは最終的にやっぱり残るのは人間同士ですわ。ね、コロナも注射もされたけど、人の心変わったわけでしょ、一気に。世の中が。関わりましたね。これ、次のこの金融も変わるんですよ、そういうふうに。確かに、本当でもまあ、ちょっと話出ますけど、コロナという部分っていうのが出たおかげで、こう、ツールというものが、みんなズームなんて当たり前になったわけじゃないですか。でも、コロナがなかった時なんて、ズームそれ何って感じじゃないですか。それでやっぱり画期的ですよ。人間ってこう、亡くなった瞬間、できなくなった瞬間、入れ替わりますよね、みんなね。そうです。で、だからね、で、構造的な大きな変化っていうのは、その今言った金融の部分と、人の心の変化がそういうふうな感じに変わっていきますと。で、これがね、次こうなるとどうなるかっていうと、うん、いいですか？はい。重要ですね。まあ、個性が際立つというか個性が大事になってくるんやけど、はい、それとともにね、はい、もっと根源的な人ってどっから来たのみたいな。みんな。うん。なるほど。はい。ええかな。はい、人はどっから来た。でね、これを思い考えるときって、はい、ね、なんて言うんだいかな、はい。木あるじゃないですか、木、大きな木。木、うん。木ね。うん。あれが、どちらかというと、なんていうのかな、宇宙的みたいな感じですよ。宇宙的な方、なるほど。宇宙的なもんですよ。で、その枝があるじゃないですか、バー。枝。おー、なるほど、うん。あれがその、なんていうかな、地球とか木星とかなんか、こう、あれ的なことしましょうよ。で、その先に葉っぱいっぱいバーついてるじゃないですか。はい、あれが人やと思ったら分かりやすいんですよ。分かる？バーっと木についていて。木をね、木があるでしょ、大きな木が。うん、で大地に根を張ってるわけでしょ。根を張ってますよね、うん、はい。あれが宇宙としましょうよ。こっちが宇宙、はいはい。いやいや、木が宇宙としましょうよ。もう、はいはい、見えないものとしましょうよ。はいはいはい、で、枝的なものが各この惑星とか星とかみたいなものとしましょうよ。はいはいはい。で、そこに葉っぱがくっついてるじゃないですか。うん、葉っぱ、うん。あれが人間やと思う。人的なもんって思ったら分かりますでしょ、うんうん。で、そこに花がポンポンポンって咲くじゃないですか。うん、咲くでしょ、はいはい。あれが、その人の心的なものっていうかな。あ、なるほどね。うん、はいはいはい、はい、で理解すると、みんな兄弟やみたいな話になってくるわけです。まあ結局だってでも人間の本質なんてみんな変わんないですからね、要は。ねえ。私の元はみんな元は一緒ね、みたいな。だって元はだって一人の人、二人の人間から生まれてこう、派生してきたわけだから。二人か一人か知らんけど。わかんないけど。その程度のもんですよ。うん、まあそんなもんですよね。結局誰も変わんないですからね、基本的に。うん、こういう感じに多分変わると思うよ、うん、世界が、うんうん、多分な。まあ今はお金にみんな縛られすぎ、金利というものに支配されすぎっていうのがテーマです、ね、最後もう時間迫ってきたんで最後的な話になってくるんですけどね、はい、はい、まとめですね、はい、今言ったような感じのことを理解されるのって貴族的な人とか、まあ、なんていうんかな、その、この、人を支配したい勢力的な人みたいな人っておんのよ、やっぱり。はい。多少ね。はい、なんていうかな、世界を私が支配したいみたいな感じってあるわけ。はい、でね、こういう、そっちからの目線で見るとね、はい、僕が今言ったような人たちばっかりになると嫌なんですよ。うん。分断なくなるんで、これ。はい。はい、わかる？だから一生懸命過去年何百年も分断工作ばっかりやってるわけ。西と東、北と南、うんうん、左翼と右翼、うん、正しい悪い、善悪、うん、ね、いろんなプロレスやってるわけよ。うん、茶番を。はい、要は、分断がなかったら困るんですよ、はい。で、分断することによって武器が破れたり、はい、ね、人々が憎み合って殺し合って、はい、多少人口調整できたり、はい、またお金が貸してくれってなったりするわけですよ、はい、これ。みんなが一つじゃんってなられたら一番困るわけよ、これ。
そうですね、うん、そのためのメディアであったり、うん、学校教育であったり、はい、社会制度っていうのがありとあらゆるとこまでこの分断工作がもうほぼほぼ整った状況やったわけ。いいですね、はい、これが今崩れていってるわけですか。崩れていそういう感じですよ。わかりました、うん、だからそのやってることが無理があったんよな、やっぱ。そうですね、うん、そんなね、そんな宗教的なこととかで人々をコントロールしようなんて思うのが間違いやった。間違いでしたね、うん、それとともに今の時代ってやっぱりネットですよ ね。この通信がこれだけ発達したからもう隠しきれなくなってきたっていうのはあるんですよ。騙しきれなくなりましたよね。うん、だから、ね、うん、だから我々が本当小学生ぐらいの時にね、はい、巨人のプロ野球を見て、はい、ね、プロレス見て、ドリフの8時だよ、はい、練習を見て、泥よ、茶の間で喜んでた時期ってあったんですよ。はい、1970年代、はい、80年代ね、はい、70年代ぐらいかな、はい。あの当時が一番やられてたはずなんですよ。うまいこと言ってたはずですよ、そっちが。向こうが分かるんですよ。向こう側っていうか、そういう人たちからすると。はいはい、何にもみんな気づいてない状態ですから。はいはい、これがここ10年ぐらいで一気に気づき出したから、世の中の人が。まあ、要は情報も集まるしね、いろんなものが隠しきれなくなっちゃった、ね。統制できなくなってきたんですよ。そうですよね。で、隠しきれなくなってきて、一気に海がブワーって破裂しだしてきたみたいな、っていうことなんですよな。だからね、これだけ通信的なもんって発達したり、で、なんていうかな、その、なんていうかな、いろんなものが、いろんな人たちがいろんな発信をできるツール的なものがもうこれだけ揃ってくるともっと発達してくるんですよ。発展してくるんです、これからね。なるとね、愛ちゃん言うけど、うん、汚職とかね、うん、あれ悪い奴らは生きていけないんですよ。悪い奴らは生きていけない。なるほど。バレるから。なるほどね。ツイッターなんかでもすぐやられるでしょ。確かに。うちの上司こんな悪いことしてましたとか。はいはいはい、はい。わかる言ってるの。わかりますよ、わかります、言ってるのは。昔は内部告発みたいなこと言うとったけど、紙に書いて役者に送るみたいな、メディアに送る、週刊誌に送る、はい、今違うじゃないですか。違いますね。ツッって、こうツイートしたら、はい、わーんと広がるみたいな。そうですね。だからね、そのなんていうかな、隠れてイヒヒってやってるってもう無理やと思うよ、これ。なるほどね。うん。確かに。わかる？わかります。ってことはね、さっきの一番最初の今日のお話に戻ろうか。はい。社員で今勤めてますけど、どうしたらいいですかっていうのもここへつながってくるんですよ。だから大きな会社組織って非常に運営難しくなりますよって僕何回も言ってるのがここなんですよ。確かにね、金融もそうですわ、マネーの力が弱まる、その軸がなくなっていく、みんなマネーで抑えてますからね、大きい企業はね。でそれが弱まってしまって、はいはい、このなんていうのかな、情報伝達速度が一気に早まってると。はいはい、ね、これ管理できないですよ。もう管理できないですね。どうでしょう。じゃあそこに従事してる働く側の立場からしても、自分の未来ってそこにあるんですかみたいなことを自分で考えるしかないわけも。うん、自分で考えて自分で行動するしかないですね。自分の上司が50歳の、はい、自分が30歳で50歳の上司がおるとしましょうよ。はい。その上司の姿は自分の20年後の姿だって見るわけでしょ、みんな。はい、はい。これでいいんだろうかって考えると思うよ、みんな。そういうことですよ。なるほどね。ですよね。はい。うん。だからものすごくいい社会に変わっていきますから。うん。いや、いいですね、はい。ものすごくいい世界にあります。ただね、はい、やっぱりね、本当にもう、なんていうかな、もうちょっとだけでもいいんで、やっぱり勉強してもらってね、仕事と。でもそれが分からないと、いい世界か悪い世界かも分からないみたいな。結局、金利もそうですし、全部その、ね、気になったことは調べていって、調べたからこそ分かる部分もあるし、疑問になるところもありますからね。うん、テレビ新聞見たらダメよ。全然余計わけわからんよ。意味不明のことあーだこうって言ってるから。要はね、途中の部分の、下っ端の部分のところの話を聞いたって意味わからんので、一番大きいところの構造さえ見ればわかるんですよ。なるほど。大元を見ないと何もわかんないでしょ？はい。下の方であーだこうだ言ってるやつ、はい、どうにもこうにもならんので、はい、何事もそうやと思うんですけどね。うんうんうん、どうかな。
いや、でも正しいと思ってます、僕もそれでいいと思う、うん。そういうところから見ていったら面白い。ということはね、やっぱり歴史を見ていくってことなんですよ。うん、歴史をね、なるほど。もういいですね、うん。だから歴史をね、見ていくとね、大体ね、こう、ほどいていくとね、うん、なるほどな、みたいな。なるほどな、みたいな。なるほど。いつの間にこれが当たり前にされてたんだろう、みたいなことが、わんさか出てくるみたいな。はい、はい、はいはい。うん、そんな感じかな。うん、OK です。ありがとうございます、いろいろと。まあまあ、ね。その程度のことなんでどうにでもなるから。またいつもの通りどうにでもなるから。その程度の話なんですよ、全部が。いや、でもみんな難しい考えすぎちゃってるってところが大きいですわな、やっぱり。そう、うん。どうにでもなる。一番だから大事なのは本当に、ね、はい、まあ自分と、自分の心と、うん、まあ、魂だな。自分の魂と自分の肉体的健康と、はいはい、健全な、健全な脳みそみたいな。脳みそみたいな。なるほど。いいですね、それさえあればまあどうにかなるよなる感じですねみたいな感じです、はい、いや今日はもうそんな感じで金利というのは話したんで、また次回は自己啓発の方かな、心の話かな、何かトピック見つけて何でも話するよ、はい、みんなが元気になるようなことやったら、はい、元気になるようなことはいかんの、まあ明るくなる話しかないからね、この先未来。そうですね、この後ちょっとは次は明るくなる話で、またその時はなんか個人的には不動産とかね、やっぱりまっちゃんはやってるから、うん、専門的にやってるから、その話もちょっと深掘りして話できればいいと思っているので、はい、そういうことです。皆さんですから、はい、春はもうすぐ目の前ですけど、春が来るまでにはまだ 3,4 年かかりますから、一番暗い冬がもうちょっとだけあるみたいな、はいはい、だから春が来る前にはいか暗いね、まあ春というか朝というかね、バッといい時代が来る前に一回暗くなって暗くならんでいいけど、あだこだ、はい、これドンと来るわけですから、うん、まあそれも楽しんでいきましょうみたいな話です、ね、うん、そんな感じで、はい、ぜひ、でまあ何が起こってるかが分からんかったら不安になるみたいなことって、はい、うん、はい、分かってれば全然不安じゃないってことなんで分かってないから不安になることって多いんでしょ。そうですね、だって分かってればもう事前対策ができますから、心のね、準備もできます、うん、だからそうすると行動も変わりますからね、うん、何かは分からんから不安になるんで、分かりさえすれば何の不安もありませんみたいな、おっしゃる通りですね、はい、前行くだけですみたいな感じです。じゃあ今日これまで、はい、はい、ありがとうございました、はい、バイバイ。バイバイ。